私はもう立ち止まれないのだ。私の手は汚れてしまった。もうあそこには帰れないというのに。くそ、もう私には何もない。彼女を取り戻すまで私のこの手にはもう何も。そんな風に思ってたんですね、ルリア。大丈夫ですよ、黒騎士さん。ううん、アポロニアさん、あなたには私たちがいます。こうやってすぐそばにいます。だから何だというのだ。お前たちはいずれ私の敵になる。私たちは同じ道を歩むことはできない。まだできます。いつかどこかで道をたがえなくちゃいけないかもしれない。でも今は一緒です。ずっとじゃなくても今だけでも私たちは一緒です。お前は、それがどういうことを意味するのか分かっているのか。お前が取った私のこの手はいつか剣を握りお前たちに刃を向ける。それが分かっているのか。分かってます。でもそれでも私はこうしていたいんです。ルリア、お前は強いな。当然です。だって私のそばにはいつだって私を強くしてくれる人がいますから。知ってますか、一人じゃないって。それだけで無敵なんです。お前だってそれを知ったのは最近だろ。でもようやく気づけました。ありがとう。さあ行きましょう。リーシャさんが、オルキスちゃんが待ってます。だが貴様にはみっともない姿を見せてしまった。さっきまでのことは忘れろ。二度と思い出すんじゃないぞ。そうだ、素直なのはそれだけで美徳だからね。その素直さを忘れるのに。さて、それでは行こうか。我々を待つ決着の場へとな。ちゃんと逃げずに。ふん、我々に逃げる要素があると思っていたのか。いいえ、でも逃げなかったその判断を賢明だとは思いません。ほう、大口を叩くようになったじゃないか。確かに、やっぱ何か違うな。うん、なんでだろう、なんか妙に緊張しちゃう。剣の腕というのは一朝一夕で上達するものじゃない。しかし心持ち次第で、覚悟次第で、踏み込みや体さばきには大きな違いが生まれるんだ。心を決めた者はためらわない。強いぞ今の彼女は。覚悟なら俺たちだって負けちゃいねえさ。そうね、それについに彼女もいろいろと固めてきたみたいだし。さあ剣を抜け、小娘。小娘ではありません。私は秩序の気空団ライオン気空艇団船団長リーシャです。いい目だね、強い決意が見える。
だが私も負けるわけにはいかないのだ。力を貸せ。ここは覚悟の戦場だ。貴様の覚悟、私の覚悟でねじ伏せてくれよ。どうですか？